皆様こんにちは。本日もカジオ鉄道チャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。今回は番外編のジュアラマ作成で試した情景テクスチャーペイントを、こちらのレイアウトの全体に塗っていきたいと思います。使用するのはこのライトグレーとダークグレーの2色の情景テクスチャーペイントです。この2色を混ぜ合わせてこの舗装面を再塗装していきたいと思います。ちなみに今回はですね、大量にこの情景テクスチャーペイントを塗っていくので市販のパレットではなくこのような適当な容器の中で混ぜ合わせていきます。この時完全に混ぜ合わせずに大雑把に混ぜるのがポイントです。というのもですね、自然にグラデーションが生まれるので、自然な感じになるからということが、理由となってます。こんな感じでね、めちゃめちゃと混ぜていきます。そして、塗装をしていきます。大きな面積になりますので今回は2センチ幅の平筆を使うことにしました。このように、全体にどんどん塗っていきたいと思います。真ん中の方は大きい筆でバーッと塗っていきましょう。はい、そして、こちらはコンビナート側ですね。こちらの方は少し、ライトグレーを混ぜて薄めに、塗っていきます。この時すでにパイプ類は固定してしまったので、中ぐらいの筆で塗っていってます。でその後小さな筆で、パイプの下やストラクチャーの隙間を塗っていきたいと思います。計画的に作っていればこんなことにはならなかったんでしょうけど、レイアウト制作ではよくあることですね。はい、ここから早送りで塗っていきます。この辺りの、ガスホルダーの下はね、あまり見える部分じゃないのでダーッと塗っていきましょう。でこのように大きなところは、中ぐらいの筆で塗って、後でこのパイプの下など、届かないところを小さい筆で塗っていきます。はい、全体を情景テクスチャーペイントで、塗装しました。こちらコンビナートですね。まだ完全に乾いてないのでなんかこう色の違いが見えますけども、乾くと均一になると思います。はい、この辺りが守衛所道路の辺りですね。筆の塗りムラがちょうどいい感じになってます。でこちらが大きい面積の辺りですね。はい、こんな感じで塗れています。はい、では乾くのをちょっと待ちたいと思います。そして次はコンビニアートの制作から一旦離れて道路や周辺の建物など手前側のスペースを作っていきたいと思います。まずはマスキングテープで道路になる予定の部分を決めたいと思います。あらかじめ道路になる部分がイメージできれば周辺の制作もイメージしやすいというわけですね。つまり何をするか決まってないということを意味しています。で、このように道路になる部分の予定をマスキングしていきましょう。はい、ここから早くでちょっと貼っていく予想をご覧いただきます。工場主体の道路ですのでトラックが走ることを予想して少し広めの道路を作っていきます。でこのように、トレーラーなんか置いて幅の確認を行いながら作っていきます。で左側にこの詰め所を置いてますが、今回ではちょっと触れませんが次回以降ちょっと作っていく部分になります。はい、ということで、道路の制作が終わったので次はこちらのスペースにですね、このような洗車機を置いたり、そして事務所を置いたりして、これ何になるか分かりますか？そう、このようにガソリンスタンドを作っていこうというわけです。こんな感じで、ガソリンスタンドちょっと作ってみましょうか。作るガソリンスタンドのイメージとしては工場地帯にある業務用の施設といったところになるでしょうか。このような大型トラックや特殊車両の利用が中心のサービスステーションにしようと思います。でちなみに周りは塀で囲って処理をしたいと思います。
地面の色もそのままではどこか敷地が分かりにくいので、ガソリンスタンドの部分だけ下地の色を変えていきたいと思います。このようにですね、敷地を囲うようにマスキングテープをまず貼っていきます。で、まあ、このマスキングテープの内側を、まあ、色を塗って、周りの道路とですね、色を変えてやろうというわけです。で、今回も使うのはこの情景テクスチャーペイントです。今回はこのライトグレーでマスキングテープの内側を塗っていきます。もう使い始めるとこの情景テクスチャーペイントがとても便利で、こればっかり使っているような気がしますね。ただこのようにですね、適当な容器の中に出していきます。そのままだと粘度が高く塗りにくいので、今回は少し水を混ぜています。この水を混ぜると塗膜を薄くすることができるので、微妙に下地が透けて、程よいグラデーションがかけることができます。で、このようにマスキングテープの内側を塗っていきます。ちょっとカメラの前に容器があって隠れていますが、わざと隠しているわけではないですね。まずはこのようにベチャベチャと適当に塗っていきます。この最終的にはですね、この塗る方向を統一して同じような筋を下地につけることにしています。ここまでこう粘度をね、低くしなければ、まあ、マスキングテープを染み込むことはないでしょう。はい、こんな感じで塗装が終わりました。いよいよ塗り終わったのでマスキングテープを剥がしていきたいと思います。完全に乾いてしまうと、もしかするとマスキングテープがこう固まってしまうかもしれないので、今回は完全に乾く前にマスキングテープを外しています。するとこのようにガソリンスタンドの敷地だけ薄い灰色の塗装になりました。で、塗装が乾いたら塀を作る準備をしたいと思います。こちら側の線路に沿って曲線になっているので、塀を設置しやすいよう直線にですね、切っていきたいと思います。このように切る部分に印をつけてから切ります。結構アバウトに切ることが多いので、こうやって印をつけて切るっていうのは結構私は珍しい方ですね。で、線を引いたら再度このようにストラクチャーを配置して、設置する位置の最終確認を行っていきます。こんな感じですね。はい、ではちなみに塀に関してはいろいろと考えがありまして、まあこのようなグリーンマックスのね、オンと塀セットに入っているこの塀を使うようなことを考えたり、またですね、ジオコリのコンビナートセットに入っていたこちらの塀を使ったりということも考えました。で、実はですね、今回このガソリンスタンドを作るにあたって、トミックスのガソリンスタンド、こちらをですね、設置しようとかと思っていたんですね。ただまあこのガソリンスタンド、ちょっとこうやって置いてみますけども、まあなんかちょっと綺麗すぎるんですよね。もう作りたい工場地帯にあまり合っていなかったので、まあ結局バス営業所のパスを使ってガソリンスタンドを作ることにしました。そして結局塀に関してはグリーンマックスのものを使うことにしたので、このようにエアブラシを使って塗装を行っていきたいと思います。このように適当にブレンドした灰色でさーっと塗装します。
では塗装が終わった塀を、並べていきます。まあ、塗装した塀を、ね、固定するのに使うのはこのような接着剤と、まあ、木工用ボンドですね、これを使って塀の方を置いていきたいと思います。どうしようかな。こんな感じかな。はい、じゃあ、止めていきましょう。結局木工用ボンドを使って止めていってます。ちょっとぐらいはみ出しても後で乾いたら透明になるので、まあ、ここはあまり気にせずに止めていきましょう。はい、それでは塀の設置が終わったのでストラクチャーを戻していきます。結局ですね、洗車機の位置は大型車に対応するためこの手前側に移動することにしました。で、ここに、給油設備ですね、で置いていきます。またこの給油設備の屋根も結構すぐに取れてしまうので、ここで接着剤を使って固定しておきたいと思います。まあ、簡単なちっちゃい穴はあったんですけども、まあ、すぐスポスポと抜けて倒れてしまうので、結構作業の、まあ、支障になってたのでここでつけたいと思います。はい、こんな感じでね、立ちました。はい、それでは最後にこの洗車機の設置を行いたいと思います。これですね、イメージとしてはこの土台の上を洗車機が動いていくというようなものですね、作っていきたいと思います。まあ、ジオコルのバス営業所の洗車機なので、このように大型車もね、洗うことができるという感じですね。で、このベースを灰色で塗装して最終的にラインを貼っていきたいと思います。まず使うのはね、このアクリル絵の具ですね。この黒と白を混ぜて、下地を塗っていきたいと思います。まあ、こんな感じで絵の具を出して、筆で混ぜて、また適当に塗っていきましょう。本当に大まかに塗っていきます。で、塗り終わりましたら、プリンターからですね、この茶色と黄色を出力して、この裏に両面テープを貼って、細く切り取り、この洗車機のレールと、あとですね、まあ、ここに、車入ってくださいというようなこの黄色のラインをですね、引いていきたいと思います。いきなりこれ完成までスキップしてしまいましたが、まあ、こんな感じで作ることができました。まあ、ここにね、洗車機をこうやって置いて、で、車がこのように入っていくという感じですね。はい、こんな感じです。では作った洗車機を、このガソリンスタンドに置いてみたいと思います。車を置いて、事務所を戻して、で、ガソリンスタンドの完成です。細かいステッカー貼りなどもありますが、まあ、それは全体ができてから行うことにしましょう。はい、今回は全体の下地の再塗装とガソリンスタンドの製作を行いました。まあ、次回はね、この辺りでしたり、この辺りなど、まあ、他の部分の制作を行っていければと思いますので、またお楽しみに。